では、ここからお待ちかねのトークセッションということで、えー、特にね、えー、今日はショート動画っていうところを主戦場にしている3名がご登壇いただけるので、まあ、そういったところを中心に聞いていけたらなというふうに思います。で今日ですね、あの先ほど LINE グループにお送りしましたが、このスライドゥというツールを使っていきます。でこれがあの、まあ、質問に対して、まあ、皆さんが気になるものを、まあ、いいねを押すと、まあ、その質問がですね、上の方に上がってくるっていう。 まあこれでいいねを押したら上の方に上がってくるような、まあ、そういったツールになっていて、まあ、これを使ってまあ皆さんが特に聞きたい質問とかを中心的にですね、えー、拾ってトークセッションしていけたらというふうに思っています。で、これの入り方は今、チャンナナさんがスラ、えー、チャットにですね、お送りしたので、まあ、そこから入っていただけたら誰でも使えます。はい。なので、ちょっとこれを使ってやっていきます。 で今すでに入っている質問に関しては、先月のミートアップで、えー、アンケートを取らせていただきましたが、そこの中で3人に聞きたいことを、えー、取ったものになります。なので皆さんの質問が割と網羅されているかなと思うんですが、まあ、今日新たに聞きたいことが増えたとか、そういう場合は、まあ、この右下にですね、まあ、新たに質問を追加できるような機能もあるので、まあ、これ参加しながら気になることがあれば、 ぜひ、こういった質問を投稿いただければと思います、はい。ではですね、今のうちにちょっといいねとか押しながら、耳だけ聞いていただければと思いますが、今日は3名のインフルエンサーの方にご登壇いただきます。で、えー、1人目がですね、旅するのんべい女子ということで、まあ、インスタグラム、まあ、今、沖縄にいるんですかね。沖縄にいたりも、なんか常に旅しているので、どこにいるかわかんないんですけど、まあ、朝比奈さん。 で、えー、もう一人、二人目が、えー、今朝、今朝ですかね、ジップあのジップにも、つ、え、い、ー、に登場したということで、まあ、すごい僕らの中でざわついてるんですけど、大迫さん、動画クリエイターの大迫さん。で、三,名、えー、三人目が、えー、都内からお出かけ夫婦ということで,ですね。えーまあ、本当に都内から、 日帰りとかで行けるような場所を紹介している、まあ、インスタグラムと TikTok を中心にですね紹介しているユラ、まあこの3名にご登壇いただくということで、えー、お招きしているので、で3名、これピン止めできてますかね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということですね。いすはい。 じゃあもう早速時間も限られているので、質問の方をどんどんお答えいただいていこうと思います。<laughs> まずですね、えー、一番人気の質問ということで、まあ、コンテンツ制作をする、これ気になりますよね、確かに。この他のクリエイターさんとの差別化ポイントだったりとか、<laughs> こういうことを意識して発信しているよ。これまず、朝比奈さんからちょっと聞いていきたいと思いますが、朝比奈さん。 この差別化ポイントとか発信の上で意識しているもの、うん、どんなことがありますかはい、えー、と私はえっ、ー、と差別化っていう部分だとえっ、ー、と自分にしかないワードとか行動っていうのをよく入れるようにしてて例えば最近だとその沖縄に135泊する女とか入れたりとかあとは、えーとまあ、会社とアイドル 1> を1年でやめて365日旅する女だったりとかいろいろ入れてるんですけどなんかそういうその会社とアイドルやめてとかそういうのもあの自分もしかしたら他にもいるかもしれないですけど一応なんか自分にしかないことなのかなっていうことで入れたりとかでます緊張しててちょっと <laughs> 緊張して。 そういう経験はやっぱりなんか他の人とは違う経験をしていこうみたいなのは意識的にやってらっしゃるんですかあ意識的にやってる部分もありますけどその135泊とかもちょっとなんだろう日数は持ってないですけど一度に135泊したわけじゃなくてあの今までの合計をあの電卓で弾いて全部計算したら135日だったんで135泊っていうふうにしたんですけど。 なんかそういう感じなうん、うん、嘘がない範囲でちょっとオーバーに言うみたいなところはあります。嘘がない範囲でオーバーに言う。<laughs> それがポイントなわけとは、うん。えっと、差別化以外でもいいんですか意識してることみたいなも。もちろんです。と自分はその自分に価値をつけたいなって思ってて、 なんかそこを結構意識している部分なんですけどもともと最初なんかアカウントをやろうと思ったときに最初は旅系のなんか情報系とかにしようかなとか思ったときもあったんですけどなんか情報にファンをつけるより自分にファンをつけたいなっていう風に思ったのであの情報も発信するんですけど結構自分を出すようにしてたりとか自分の生き方とかも出すようにっていうのは結構意識をしてます。<laughs> なん そういったことを意識しているのが、まサヒナさんということで。はい。では、続いて、大迫さん、この辺り、いかがでしょうかはい。そうですね。あ皆さん、はじめまして、大迫と申します。あの、なんだっけ、あの、あの一番最初の時に参加できなくて、すごく残念だったんですけど、こうして、初めてお会いできて、すごく嬉しいです。 今日はよろししくお願いしますでそうですね他のクリエイターとの差別化ポイントはうんいやそれもちょっとまだすごいちゃんとモテてるかといったらそんな感じでもなくてあの一番最初に TikTok 始めた時って今私ごはん屋さんとか旅行スポットとかこ自分が出て紹介する アカウントをやってるんですけど私が一番最初に始めた時はあのご飯屋さんの紹介はあっても自分が出てくるっていうアカウントがもうほとんどなかったのでブローシャンというかそれが一番最初に強みとして出ていったんですけど今でそういうアカウントもすごい増えてきたのですごい難しいなと思っていてそうですねあでもあのさっき朝ソヒさんも言ってたんですけど 自分のワードを作るというかあの今だと,、えっと動画の多分34秒後ぐらいに今日はここっていう <laughs> 自分の決め台詞みたいなのを今動画に入れるようにしててそうですね、うん、多分数ヶ月続けてるんですけどたまに入れない動画作ると今日はここがなくて寂しいみたいなそれを待ってくれる人が んだん増えてきたなという印象があって、なので、なんか大阪といえば、このキャッチフレーズみたいな、やっぱりそういうのって結構重要なのかなって思ってます。なるほど、キーフレーズみたいなのがあるわけですね。はい。最近、そういうアカウントも結構多い気がします。この人といえば、このセリフとか。すごい、ユラくんがめちゃくちゃうなずいてるんですけど、ユラくんもあった。<laughs> <laughs> よかったでいわくもそういうキーフレーズみたいなのをなんか意識的に使ってたりするんですか、はい、いや僕の場合はなんかいやもうキーフレーズ本当欲しいんですよ欲しいんですけど冒頭にやっぱ入れるのがすごいやっぱ情報系メディア系の僕たちってすごい難しいんで大迫さんはそれでいうとめちゃめちゃいい言葉をチョイスしたなと思って最近真似してます。 なるほど、なるほど。ちなみに、この流れで言うのは、はい、こう他のクリエイターとの差別化ポイントとか、なんかどういったことをされてますかえっと、それで言うと、まず、えっと、夫婦っていうので差別化ができてて、あの夫婦系の旅行発信はしたからしようと思っても、まず夫婦にならないといけないと思ってるんで、まずそこは差別化できてるかなって思ってます。で、プラス、 本当、お二人にもすごい、お二人とすごい一緒のことになるんですけど、自分とかしか使わない、えっ、ー、と、言葉っていうのを、なんか動画に当てはめてて、例えば、その、80平米の部屋を招待するときに、なんか、東京ドーム0.0017個分みたいな、全然わかりにくい説明の仕方をしたり、あとなんかすごい歩き回るところとか、たくさん動き回る施設とかだと、なんか、歩きやすい靴を履いてってっていうだけじゃなくて、なんか、 逆にそこをなんか靴は俊足を履いてって、みたいな。わかりますかね小学校の時履いた俊足。懐かしい。はい。なんかそういうのを、なんか誰もが懐かしいなと思う、えっ、ー、と、ワードとか、ちょっとクスッと笑えるようなあの言葉をなんか動画に当てはめることは結構意識してます。うほどなるほど。いや、なんかもうこれだけでもね、だいぶ私は、 ありがたい情報を聞いているんじゃないかなと思いますけど。あ、朝日奈さん、挙手、どうぞ。腰に手当ててます、あと、飲むときに。ああ、飲んだときに <laughs> あ飲むときに、腰に手当てて飲むみたいなやつやってます。あ自分は。<laughs> あ、目ポーズを作るっていうことなんですね。<laughs> その大迫さんも言ってたんですけど、あの、今日は腰に手当てないのみたいな言われたり、あとは、なんかその、 お仕事で案件としてその旅行だったりとかをしたときに、みんなで乾杯しようって、クライアントさんとかとなったときにえ、あれやるでしょみたいな感じのノリになったりとかして、仲良くなったりとか、なんかみんなでこう,こうやってなんか3人で横に並んでこうやってやってくれたりとか <laughs>、そういうのがすごい嬉しいなって思いました <laughs>。えー、なるほど。やっぱなんかそういうのは意識的に作っていってるわけですね、3人ともね。なるほどな。 どんどんあの皆さんもね、気になる質問とか、どんどんいいね、スライドを押していってもらえると、そういったものから中心に拾っていくので、ぜひこのあたりは反応していただけたらなというふうに思います。はい。なるほど。じゃあちょっとね、この次の質問っていうところ、さっきと結構つながる部分があるかと思うんですけど、なんかどういう動画が再生されやすいのかみたいな、なんかそこのちょっとテクニカルなポイントだとも思うんですけど、 そこについては何か、まあ、特になんかユラ君とか情報系の発信っていうところが多いかなと思うので、この辺りユラ君から聞いていけたらと思いますが、いかがですかそうですね。どんな動画が再生成されるうか。んええー、ん。どんな動画って難しいですかえっ、ー、とー、全部の動画、もちろん回、まあ、るようには作ってるんですけど、やっぱりその、 回る回らないがあるんで、自分の場合だと結構人とかものが印象的なものがやっぱ回りやすい、珍しいものを紹介するようにしてて、例えば、えっと、飲食系で、とかグルメ発信してる人で、ブレイキングダウンの米尾さん紹介してる人って誰もいなかったんですよ。米尾、うん、さんのカップを米尾。で、それ、ちょっと繋がったんで、米尾さん紹介したらやっぱ動画として、 バズりましたし。あとは、アクセサリーの紹介で言うと、今ここにもつけてるんですけど、二度と外せないアクセサリーっていう、パーマネントジェリーっていう、日本でなかなか知ってる人がいないアクセサリーなんですけど、うん、これとかも僕が多分第一で紹介して、なんか紹介するものを、なんか誰もが紹介するようなものじゃなくて、なんか、結構そのリサーチめっちゃして、 珍しいものを紹介するように。うんうん、案件、案件とかもそういうふうにしてます。なるほど。となるともう最初の題材部分が結構ポイントになってくるっていう感じなんですね。そうですね。なんかジェットコースターの案件とかでも、もうジェットコースター降りるとか撮影させてくださいって事前に許可取って、もう腕にダウンテープぐるぐるにして自分の顔をずっと撮ってたり、うん、もうテレビで見るような映像を見たいのは、えー、なんかそれは、 他の人との動画の差別化するためには意識してますね。やっぱそういうのは伸びますね。うんうんうんあ。じゃあなんか最初に書いてる、こういう差別化を意識すると結果的に、まあ、再生もされやすくなるみたいなのが、ユラクがちょっと意識してるところっていうことですかね。そうですね。おっしゃる通りです、うん。うんうん。大迫さんとかいかがですか再生されやすい動画の、まあ、シャックだったり作り方などって書いてますけど。 最近の印象だと尺的には多分 TikTok なんですけど TikTok は1分以上の動画が多分押,押してるというか、うん、まあ回りやすいみたいな感じに多分周りのクリエイターさんとの話とかでも結構出てくるので最近は長めの動画をなるべく頑張って作りたいなと思って編集してます。 <で>あじゃあはい結構大変ですよねなんか長めの尺を作る上でなんかどういう素材作りとかをなんか素材を取る時って意識されてるんですかそうですねえー、なんか一つのお店を紹介するんじゃなくてまとめとか,か1分って結構1個のお店だと間延びしちゃって途中の離脱が増えちゃう。 増えちゃいやすいんですけど、うん、なんかおすすめの旅行スポットとか食べ,食べ歩きグルメ何銭とかまとまったこいい情報として動画がギュッてまとまってると1分って意外と結構かん簡単じゃないですけど編集しやすいです。<ー>作りやすい確確かに確かにに そうなんか結構イメージ所だけ説明すると,っとめっちゃ取らないといけないよなみたいな思ったんでそういうふうにまとめていくっていうのはすごいい,いいやり方ですよね。なはい、え朝比奈さんはありますかこう再生されやすい動画っていうところでのポイント。私の場合は一番そ,のそれの前の,その大前提としてすごい一番自分が思うことなんですけどなんか自分はその、はい あんまりそのテクニックとかにとらわれすぎないっていうのを大事にしてて結構いろいろ動画とか研究したり勉強したりとかしてるとこういうのがいいこういうのがダメだとか何分以上にしろこれはダメとか <laughs> こう最初の2秒がとかいろいろこう情報がもう溢れてると思うんですよね伸び,びやすい情報あの動画はこれだとかあると思うんですけど結構それにとらわれるとなんかだんだん自分がきつくなってきたりとかあとはその 意外と書いてることじゃないことをやったとしても伸びたりすることもあるんですよ、全然。自分的なあれなんですけど、例えばなんかアカウントの系統をガラッと変えるときはアカウントを変えないと伸びなくなるみたいな話とかもあったんですけど、確かに変えたすぐは伸びないんですけど、変えてしばらくこう投稿し続けてたら、意外とフォロワーとかそのまま引きつけたりとかするっていう感覚を自分は、あの自分が運用多分五5、6年ぐらいしてるんですけど、今のアカウントで ずっと変えてて、はい、一番最初旅系じゃ全然なくて最初ファッションの顔出しなしでやってたんですけどそこからいろいろアイドルしたりとかあのなんかちょっとんだろう面白い系というかあるあるネタにこう振り切ってみたりとかなんかいろんなことやって今があるんですけど結構あの別に自分はそんなに変えなくてもいいなって思ったりとか結構ある,あるからなんかその技術的なところにとらわれすぎない でまあ、自分が楽しくやるっていうことはまあ一番大事にしてることのなんですけどでテクニック的な部分だっていうと,、うん、んと結構そのその時の流行だったりアルゴリズムっていうのがすごい変わるなって思ってるので常にやっぱり研究はしててさっき大迫さんが言ったようにもともとはなんか例えば15秒とか30秒とかがいいって言われてたけど TikTok がその1分以上になったことで。 1>, 1分以上とかでも全然その内容が良かったりすれば全然伸びるようになったりとかあとはなんか最近そのアフレコ結構アフレコがすごいたくさんあった時期とかあると思うんですけど今そのアフレコ以外もに直接もう動画に喋ってる動画とかも結構増えてきてるイメージだったりとか <laughs> あと <laughs> そんな感じでその深呼吸してください 結構その伸びやすいい動画っていうのは変わるイメージなんですよね自分的になので自分のアカウントでそれを感じた時にどんどん試してやってます。であとは単純にその見てて面白いって思ってもらえるような動画を作るっていうのとあとは共通で意識してるのはなんか最初の2秒でやっぱり引きつけるワードとかす,こうすぐスワイプされちゃうので2秒にっていうのとか<っ>あとは 一カットとか、もしくはこう文字を一カットがこうちょっと2秒とかになるようにしたりとか、2秒じゃなかったとしても、文字がどんどん変わったりあの、記入してるテキストが変わるようにとか、そういうのを意識してます。うん、なるほど。だからその展開をどんどん早くしながら飽きさせないみたいな工夫をしてるっていう感じなんですかね。そうですね。うんうん。 はいかどうかはあとは PDCA っていうんですかねなんか自分でこうどんどん試したら今度伸びた投稿をなんこ,のこの伸びた投稿何が良かったのかなっていうのを分析してそれをもう一回同じ動画をちょっとじゃあここが良かったのかなっていう部分があったらそれを使った動画をもう一個作ってみて違う動画で,でそれを出してみたりとかすると意外とそ,のそれが当たると。 なんか同じような動画が伸びたりとかするなっていう感覚もありますあなるほどこのあたりって由良くんとかは特にこう自分の型みたいなのを持って発信してるのかなとは思うんですけどなんかそこの発見に至るまでのプロセスってどういう感じで今の方を編み出していったんですかあそうですねそれこそ今もうお二人がおっしゃってた1分以上の動画が今やっぱ伸びる で、えー、半年前ぐらいからなった時に、もう一番最初に1分以上絶対作るって意識してて、けどやっぱ、一つの施設で1分ってすごい難しいんですよ。だからこそ、な、うんかそのか、型を見つけるまでに、本当に、工作を繰り返したんですね。で、何度動画かわせたんですけど、なんか、施設の概要を 2,、えー、2秒で喋って、そこからなんか、 そのものに対して、自分の自己紹介を当てはめて、えっ、ー、と、ちょっと前座を10秒入れる。それで、だから15秒くらい稼げたフォーマットができたんですね。今の動画とかもそうなんですけ、ね、ど。例えば、なんか、えっ、ー、と、ロボット、おとつり上げたロボットの動画とかだと、えっ、ー、と、世界初ロボットで戦える施設ができた、えー、これ来たら天心に勝てるから、都内からお出かけ夫婦、やばいよ、こんな施設できたんだよ、みたいなで、なんか15秒必ず使えるフォーマットができて、 そそうするとこから通常通りの40秒の施設紹介するだけで1分必ず超えるようになったんですよ。なるほどなるほど。で、か情報量は前回と同じで担保されてて、プラス冒頭のは自分のカラーが出てるっていう、もうそのフォーマットができたんで、杉田さんがおっしゃったような、なんか、PDCA はすごい回しましたね、その時に。うーんそのどういう方が一番な離脱しなせずに見てもらえるかっていうことですよね。 そうですねその離脱率とあとは感想率がすごい毎日見てましたその感想率の、ね、TikTok のデータは感想率なるほど全部見た人の率うですかあそうですそうです1分7秒とかの動画を何パーセントが見たかって10%意識してたんですけどえこのあたりって大阪さんもそういうなんだろうな型,型を作るというとあれですけど なんかそこの分析っていうのはどういった風にされてらっしゃるんですか？分析ですか？へえ。そんなそこまで買はないので、まあ、でも型というか、そのさっきお,お話しした。今日はここっていうのを一番最初。一番動画の引きとなるような紹介のとこを最初に言ってから自分の。 決めずに言って場所の詳細とか内容を説明していくみたいな,な自分の動画の作り方の型,型というかま流れ的にはそういう感じでいつも統一してるんですけど分析そうですねうーんでもなんかごはん屋さんの紹介とかってなんか結構情報なのでな割と ものによって全然変わったりしちゃうんですよね。なんかそれもがすごい難しいなと思ってて。なんで、どうですかね。なんか、皆さんのアドバイスあれば、逆に知りたいって感じです。<laughs> <laughs> 皆さんのアドバイスあれば、知りたい,ということで。<laughs> 朝、皆さんとか、いかがですかそのあと分析とかっていうのは結構されてるんですか 分析、自分は結構そのうんよくそうシートにまとめたりとかしてる人とかインサイトをもっと細かくこう見てる人とか数字分析してる人もいると思うんですけど自分は結構結構適当人間なんで <laughs> もうなんか自分が見るのは、まあ、いいね数と保存数とあとはまあ再生数くらいしかあまりあとはフォロー率とかそのぐらいしか見てなくて。 で,でなんかまあ再生数が本当さっき言った通りなんですけど再生数が多かったやつはなんで伸びたんかなっていうのを考えてもしかしたらここのワードが低かったのかなとかちょっと気になったらその動画をそのワードを使った動画をもう一個作ってみるであ違ったとかあ合ってたとかそういうのをやってます。合ってますか回答あまあでも一個一個こうやっぱ確かめていくっていうのがすごい大事なんだなっていうふうには僕はそういうふうに聞いてます。 皆さんもね、多分、どういう捉え方をしてるか、人それぞれあると思うんですけど、なんかすごく、なんだろうな。うん。やっぱなんか皆さんがこの SNS に対して、いろいろと試行錯誤していることが伝わっていることだけでも、なんかすごくいい時間なんじゃないかなと思ってますね。はい。では、ちょっと続いての質問に行きたいなと思うんですけど、なんかそういう編集とかをしていく上で、 まあこの動画編集に、もう皆さんね、こう、縦動画が結構中心に捉えてるかと思うんですけど、まあ、その動画編集に使うソフトだったりとか、まあ、テロップ入れで気をつけていることで、おすすめのフォントやエフェクトなど、もしあれば教えていただけたら嬉しいですということで、これ朝比奈さんからいきましょうか。はい。えっと、動画の、えっと、ソフトは、多分結構、縦動画の人は多いと思うんですけど、キャップカット なんか自分は動画の雰囲気にフォントを合わせるんですけど結構元気系に見せたい時例えばなんかあのそれこそ沖縄に135五イエイみたいな感じとかそういうなんか元気系に見せたいって時は結構あのゴシック系を使ってて、えー、っとうんトカット使ってる人だったら結構使っている人は多いかもしれないですけどあの系フォントとか なんかモーダー太文字、アドゴシック、ハッピービーみたいなやつとか、なんかそういう地形の、そういうなんか結構ゴシック系を使ってます。うん、で、なんか親しみやすさだったりとか、ちょっと柔らかい雰囲気だったり、なんかちょっと Vlog でゆるゆるお出かけとか、そっち系に行くんだったら、ちょっと手書き系の文字にしてみたり、ちょっと薄い細文字っぽいのにしてみたりとか、なんか自分はそうやって雰囲気に合わせて選んでます。なるほど。 なんかその雰囲気でいくと、まあ、今回こうパワーショット V10 を使っている中でなんかいろいろカラーフィルターがあったりとかビファダモードがあったりとかするわけじゃないですか,なか特にこの朝比奈さんがなんか押して使っているようなカラーフィルターだったりとかそういうのってあったりされますかいや自分は結構なんかカラーフィルターとか例えば使ってなんかスマホに映した時にいろ っっっててななたら嫌だなって思ってるので映した後にあのに編集をしてて画像編集だったらライトルームとか使うことがあるんですけど、まあ、動画だったら iPhone でそのまま編集でちょっと色味変えちゃうかもしくはキャップカットでも色変えられるのでだいたいちょっとあの目,目で見たまま割と映ったりとかするのでそのサイドを若干上げたりとかあとは明るさだったり。 とかは、まあ、スマホででやってる感じですなるほど。あえてこう元の素材の生きるように、えー、パーショット V10 とかは取ってでスマホで編集っていう感じなんですね。そうですね。うんうん。なるほど。大阪さんはいかがですかこの動画編集に使うソフトやテロップ入れ気をつけていることっていう質問。はい。私はいつもあのパソコンで編集していて Adobe の プレミアプロっていう動画編集ソフトを使っていつも編集してます。で、テロップ入れで気をつけていることは、うん、そうですね、見る人の負担になりすぎないように、あの TikTok とかインスタグラムってこう横の方にあのハートとかアカウントのアイコンとかで結構、あの、うん 文字が隠れちゃったりすするんですよで下の方に投稿文があったりとかそういうところには絶対持ってこないようになるべくそのちゃんと見た時に見えるようになるように文字の位置は載せるようにしてます。あと動画のイメージに合ったフォントを使ったりなんかワクワクした動画の時はあのさっき出てきたんですけどあの K フォントっていうフォントをいつも使ってるんですけど ちょっとおしゃれな、ね、はい。おしゃれな大人っぽい感じは、えっと、ちょっと名前がクリーワンっていうんですかね。なんかまた別の、ちょっと細い、美しい字っぽい感じの美しい字っぽいて <laughs>、はい。動画のテイストに合わせて、本当を変えたりもしてます。はい。で、あとはあの、は <laughs> 音声がない時でも、 動画が何を言ってるのかわかるように。あの、私はナレーションベースの動画が多いんですけど、その喋っていることと同じようなことをこ見やすい量1画面に入れすぎないように調整して、いつも入れてます。うん、なるほど。なるほど。だからな。んか見やすさみたいな。すごいあるなと思った。そういう工夫が至る所に散りばめられてるっていうのが、保坂さんのショート動画なわけですね。 うんうん、ゆらくんはいかがですか動画編集については、えっと。編集に関しては、えー、朝日奈さんと同じでキャップカットです。もう、やっぱり移動が多いんで、どこでも手軽にできるキャップカットを選択してます。で、フォントの部分なんですけど、えっと、キャップカットにないものをダウンロードして使ってて、やっぱ理由とすると、その、なかなか皆さんが使ってないものなんで、 このフォント見てば、あ、この動画は、ユラくんっていうのを思い,い出してもらわなくても、あ、このフォントの動画って見やすかったよね、みたいな。の、なんかもう、天皇じゃないですけど、思わせるために、もっちーポップっていう、えっ、ー、ともうフリーで使えるフォントをダウンロードして、キャップカットに入れて使ってます。うん、で、色とかはもう絶対白。で、ね、できるだけ場所も固定した状態で、えっ、ーえー、と、顔に被らないように。 視線はもうずっともうスマホの真ん中だけに全部するように、生き姿てとから出ています。やっぱ三者三様のこの編集への意識みたいなのがあるわけですね。ちょっとあのね、チャット欄を見ると、まあ、最初からプレミアプロで編集されて、これ大迫さんかなですけど、おそらく PC ですよね、プレミアプロ。はい、そうです。パソコンでやってます。 これなんかスマホで撮ったものをこう、P、PC で写して編集する理由とかってあったりされるんですかは、まあ、えっ、ー、と一番最初に TikTok じゃなくてあの YouTube を始めたんですよ。うん。あの本当に働いてるときにコロナになって生きがいがなさすぎて趣味で YouTube を始めたんですけどその時に YouTube って言ったらプレミアプロ賞みたいな感じで形から入ったんで <laughs> その時に初めて動画編集してプレミアプロをなんとか使えるようになってまあその半年1年弱後ぐらいに TikTok を始めたので,でも編集はもうプレミアプロが一番慣れてたから最初の入りもそこになったっていう感じですまさかそんな過去があったとは <laughs>。 そうなんですよなんで、まあ、ずっとパソコンで編集してるんですけどたまにキャップカットを使って簡単な編集する時もあるんですけどやっぱりパソコンの方があの本当に細かいところあこのこの0.1秒ちょっと隣にしたいっていうのはやっぱりパソコンの方が編集しやすいのであやっぱプレミアプロ使っとくかって感じで今も使ってます。 なるほど。まあ、ちょっと今ね、スマホで編集されている方も、ぜひ PC 使うのもね、ちょっと検討しながらやってもらえたらと思いますが、まあ、ちょっとね、最後、時間もいい時間になってきているので、まあ、今回ですね、あのパーショット V10 のアンバサダーということで、まあ、この3名のですね、まあ、パーショット V10 の推しポイントなども、まあ、ちょっとお伺いして、最後終わっていけたらなと思いますが、朝比奈さんから、 いいですかパワーショット v 点こういうふうに使うといいとかこういうふうに使えるのですごいいいですみたいなところおす,すめの使い方があ自分はえっとやっぱ結構スタンドがすごいいいなって思うんで結構その置いてなんか Vlog じゃないですけど食べたりとかそういう時にあの別で三脚とか持ち歩いてた時期があるんですけど 結構あの目立つしなんかあの人なんだろうみたいな感じになるのでちょっと恥ずかしいな一人で行く時とか特に恥ずかしいなとかって思う時が多くて一旦じゃあ三脚やめてなんかあのよく飲食店とかにあるなんかポットみたいなところにこうスマホ置いたりとかしてたんですけどあのパワーショットだったらもうあのスマホについてるのでなんかそこがすごいあの結構。 あんま目立たな目立たずに Vlog 撮れるなっていうのが、まあ、いいなって思うところとあとキャノンのあの大きいカメラ持ってるんですけどやっぱり結構重くってあのこう今日は撮るぞって時は持ち歩けるんですけど今日ちょっとサクッとお出かけしたいからちょっとなみたいな時はやっぱり重くて持ち歩くのがおっくになるんであのサイズとかこう軽さがやっぱりあの。 荷物結構多めなのでちっちゃくて軽いっていうのはすごいあのサクサク持ち歩けて自分はすごい好きだなっていう風に思ってます。あとはあのあれですね画質がいいのであの結構旅系だと風景とかも撮ったりすると思うのであのちょっとまだ海外海外行った時はちょっとまだパワーショット持ってなかったんで、まあ、次海外行く時とかに風景とか絶景とか撮る時に。 いいいいっぱい使いたいなっっぱ使たなてて思ってますすごいめちゃくちゃもりもり言ってくださってありがとうございます。すみません。この次、大迫さんとゆらくんが、い <laughs> いとしちゃうかもしれませんたくさん言ってもらっちゃったので。はい、<laughs> すみません。<laughs> <laughs> では、大迫さんもぜひ。はいはい、あ、持ってる。はい。 こちらまあ、とにかくくサイズ感がめちゃくちゃゃいいですよね今携帯の大きさと比べたんですけど携帯より横幅がちっちゃくてな携帯ってな結構片手で打つの難しいぐらい大きいんですけどこのカメラなら本当に右手だけで何でもできちゃうからその使いやすさはめちゃくちゃいいなと思いますしあの最初撮った時めっちゃびっくりしたんですけどあの広角の <laughs> 具合がすごいちょうどいいというかそれがめっちゃいいなと思ってるんですけど <laughs> あの携帯で動画撮るときって、まあ、0.5倍にするとちょっと画質が落ちちゃうのであんまりそれは使わないようにしてて1倍で動画撮ってるんですけどなんか横側で撮るとかまあ、基本的にたどりが多いんですけどある程度距離を離さないと撮れないんですけどこれだったら その近い距離であの全体がちゃんと映るというかこの画角この綺麗さでこの画角この近さで撮れるっていうのはなんかごはん屋さんとかって結構狭いところとかを、ね、カウンターで動画撮るとか一人で撮るとかなると結構難しかったりするんですけどそれが本当に撮りやすいから。 最高だなって思ってました。最高だなって思ってました。<laughs> ありがとうございます。で,す <laughs> では最後、ゆらくん、お願いいたします。はい。えー、っとやっぱり先ほど、あたさんも言ったように、えー、お出かけしてる、旅行してる僕たちからすると、もう受けとかえー、さ動画とかを音声も すごい綺麗に広いので、その場ですぐに撮れるっていうのは、やっぱこの VTR のコンパクトさが、えー、すごい生きてるなと思いますし、あとやっぱり、ちょうど今も YouTube とか、YouTube 用とか、縦動画用も作ってるんですけど、動画を。やっぱり普段の、えっと、紹介動画じゃない、ちょっとエッセンス変わった、いわゆるかっこいい動画が作れるのは、やっぱこの画質だからかな、っていうのは思いますね。 それこそメンバーの、の野,中野中さんでしたっけ野中あのカメラマンの野中さんのリールなんかスマホで V10 を撮って、うん、V10 の動画に切り替わるあの動画とか、もうめちゃくちゃかっこよすぎて、僕もあれ今作ってます。おお楽しみですね。<laughs> はい。だからやっぱ、あそういうなんか普段の、えー、iPhone だけじゃ作れないクオリティのものがやっぱできるっていうのは、 えっと、この VTN の良さですし、っ持ち運びが持ち運びしやすいからこそ、えそこまでできるのかなと思いますね。ちょっとチャットでリクエストがあった、ね、タカさん、あの動画を作ったらころにいらっしゃいました。 あこんばんは。でもやっぱ、ああいう感じで、なんか、チャコビーしやすい、なんか、伝わるように、画は作りやすいな。うん、いいですよね。はい、手軽に申し上げる 突然かっこよすぎました。あれ。は<れ>いま。めちゃくちゃかっこよかった。た皆さんまだ見てない方は、<laughs> ぜひ、で後でグループにも送るので、見てみてください。はい。ということでね、えー、時間もだんだん押してきたので、トークセッション、パート以上にしたいと思います。朝比奈さん、大迫さん、平君、えー、3名ありがとうございました。皆さん、拍手で。 ありがとうございました、はい、ありがとうございましたありがとうございます